それにしようかな。バイト最後の。バイト最後の日。これでいきますか。うん。ちょっとこれがいいかな。どなたの作品でしょうか。はい。平尾先生でございます。まずはトップバッターの平尾先生に簡単な設定を紹介していただきましょう。これは、クリスマスイブの日の話なんですけれど、本屋さんでアルバイトをしている大学2年生の女の子がいるんですけれど、その子は同じバイト先の一個上の先輩のことが好きで片思いしてるんですけど、告白する気はないっていう設定です、なるほど、はい、さあこれから男性役女性役を選んでいただきますが、まずは女性役から選んでいただきます、はい、どなたにいたしましょうか。はい、松田さんでお願いします。あ、松田好乃に女性役を決定、はいはい、嬉しい。選んだ理由はどういったところです。もともとこの脚本を書く時点から松田さんをこう想像して、あら、こう書いていて当て書きだったんだ、はい、めっちゃ嬉しい。そうなんです。平尾先生、はい、方言がすごい求めてたと。平尾先生は、はい、いかがでしたか方言。そうですね、頭で考えてた以上のものを見せていただいて、なるほど、幸せでした。さらにさっきのレベルを上げてくれた演技力がやっぱ4年前より増してるから、なんか恋愛ドラマみたいに見えちゃったから急に恥ずかしくなってモニターから目をそらして